どうもエルザです。それではウォッチドックスレギオンやっていきたいと思います。さて今回から新しいメインチャプターですね。ということでめちゃくちゃ洋服屋さんあるな。ちょっと見てみたいよね。あ、かっこいいね。ジャケット系か。ヒョウ柄の金。いいね。結構いろいろあるんだね。うわーすげえ貼ってそうだな、そしたらちょっと選んでこよう。はい、ということで衣装決まりましたね。いやー目立つなー、イケてるやろ。ちょっとねでもこれ他の衣装も見てみたいね。そういうストリートなんだろうねこの辺りはね。面白いな。うん、全然ジャンルが違うね。あ、これいいね。ほう、この人はメモしとこうか。さて遊んでる場合ではないんだけど、ハブにアクセスしろ。あれだね。でも どうやってアクセスしようかな。あ、普通に行けるわ。 CTOS ハブですね。じゃあアクセス。これを聞いてるってことは404についてもっと知りたいってことだ。私たちの知ってること、そしてやってることを教えるよ。まずはウォーキートーキークラブまで来て。あのクラブがクランケリーの隠れ蓑だってのは有名だけど、それ以上の秘密が隠されてる。あそこには暴くべき情報が眠ってるんだ。ハブからあなたのオプティック宛に大量のデータが届きました。だいぶ離れてないか。めちゃくちゃ遠いね。そしたらこの辺りから移動しようか。さあ近くまで来たけど、といっても移動がね今回多分多くなりそうだね。車ないかな。あ、いいバイクあるじゃん。悪い知らせから先にお伝えします。仲間が一人誘拐されました。それと良い知らせは特にありません。くそ、実に簡潔ですね。姿を消す直前まであなたが以前に災難に遭わせた人物と接触していたようです。その男性を見つけるのが行方不明になったメンバーを見つけ出す一番の近道です。わかった、任せて。そうか、行方不明になるのか。採用候補を発見しました。マップ上にマークしておきます。さあバイク楽っちゃ楽だね。車種によるのか。これは比較的まだ楽な部類だね、運転がね。ブレーキの効きもだいぶいいしね。いやーでも新しい街並み全然変わるね。お、 200m 切った。そこを曲がる感じにしよっか。倒れ込まないからだね。
あーすごい、靴がめっちゃ並んでる。そろそろ20番ベンチャーチストリートに着いたはずだ。ウォーキートーキークラブはビルの最上階にある。エレベーターでしか行けないよ。じゃあエレベーター乗りますか。ま、筒抜けって感じだね。あ、意外と普通に入れるんだ。そんなんハイジャックしたらバレるよね。あー、そういうこと。さて、まあ一筋縄ではいかなかったと、盗むためにもね。んで、あー、ディレクター発作、警棒持ち。ここも何人かいるね。大丈夫そう。よし。あれ、ここではない。さらに右か。やっぱ奥だよね。あったあったあった。わかりづれー。お、ちょっと待った。なんか金のワンちゃんが。あ、すごいね。やっぱこういうのも丁寧に作られてるんだね。すごいすごい。ほっ、あ、いけない。ワードロープアイテム、あー手に入るんだ。そりゃあ、その前に解除して、解除。ああ、たゆまぬ努力の結果実を結びませんでした。 AI はここには存在せず、クラブのデータが外に中継されているだけです。転送先は私が突き止めるので、あなたはこんな騒々しくて不快な場所から出てください。いいですね。はい。おい、行ってよっか。何もなかったみたいだね。まあ、想像しいはずなんだけど、今消してるんだよね。少し調べてみましたが、この顔認証 AI はブロカテック製です。ブロカテック？世界最大のソフトウェア会社だろう。汚れ仕事には関わらない連中だ。奴らがクランケリーから脅迫材料を買ってるんだとしたらビッグニュースだな。 AI がここで収集しているものは全てブロカテック本社に直接送られています。データを入手するにはそこへ行く必要があります。AI を消去か。次は
また離れたな。よし、じゃあ飛びましょう。の前に、なんかびっくりマークついてるけど、いいか。さて、近くまで来たけど、この辺りかな？ああ、中になんかあるね。ブロカテックに到着しました。ソフトウェア開発と AI テクノロジーのリーディングカンパニーです。現 CEO のスカイラーセンがわずか25歳で創業したことでも有名です。なかなかのやり手ですね。オプティックがユーザーの言ってるヤバいことを記録してるって噂は本当だったのか。全部ネットで公表しないとな。俺の分は抜いて。404の友人も同じことを考えているのでしょう。わかった、任せて。ああ、外にあるわけだね。これはちょっと。ちょっと暴れすぎ。全ユニット現在地の近辺で敵の情報が入った。オーバー。了解。これに向かう。オーバー。さあ、お掃除お掃除。なんかね、このお掃除することで、はあ、いや、マジで被疑者を確認できる者はいるか。こんな早く、こんな早く解除できるの？掃除しただけで？やべえなぁ。あ、そんな嘘だろ。さ、お手製のクモちゃんで行こうか。二段ジャンプとかね、できるのはお手製だけだからね。侵入していかないと。ダメみたいだね。まあ、とりあえず解除しよう。で、そこから入れないかな。まあ掃除でもして待っとこうか。落ち着くのね。誰もいないわ。よし、とりあえず遊ぶだけ遊んだからそろそろ行こっか。で、中にあるね。これ車の下も行けたらな。
中か。あ、いや、これは拾うしかないよね。テックポイントゲット。クロークの回復時間がいまいち分かってないからね。はい、バレるよね。見失った。早く探して。これを解放するには。奥か。やったね。意外と普通に入れた。んな。んで、AI を消去すると。漂白材料のデータを全て入手しました。それにしても。人間には並行します。保守的な議員が SM プレイの現場写真を公衆の面前にさらされたらどんな顔をするでしょうかね。実行に移して確かめてみましょう。全データをリークします。やべえな、それは人生終わったね。どんな顔とかのレベルじゃないような気もしたけど、はい、で、あと一個が、はい、テイクダウン。君はちょっとね。あと、あ、解除できるね。よし。んで、解除。さあ、脱出しよう。あとは、ここだって。だよね。何もない感じだよね。ミッション完了。大変だったな。これくらいの報酬であれば十分ね。誰にも感謝されない仕事と言いたいところですが、ちょうど誰かがサンキュー .mp4 というビデオリンクを送ってきました。少なくとも一人には感謝されているようです。見せて。こちらは404アクティビストネットワークだ。どうやらうちの初めての仕事を終えたようで、私は管理者だよと仕事を分配してる。それだけ知ってれば十分だ。誰でもない。ナウトでいいよ。そっちのオプティックに接続した。で、あんたは何だ？待って。デッドセック？いいじゃない。これってつまり。ああ、やったね。月が回ってきたよ、デッドセック。世の中最低だけど、協力すればよくできるでしょ？私はサマセットハウスで目を光らせてる。話そう。待って。うん、あの慣れ慣れしさはかえって怪しいな。バグリー、誰だったの？いつものデータベースでナウトの名前と顔を調査しましたが、何も発見できませんでした。
無を意味する名前なだけはありますね。よく考えないと。慎重に検討するべきだろう。その女は信頼した時に生じるであろうリスクに値するのか。リスクに見合う価値はある。デッドセックの熱心なファンなのは間違いなさそうだし、敵に回すよりかは味方にしといた方が得だろう。彼女がゼロデイの一味でないのなら、その正体についても何か知っているかもしれません。もしゼロデイの一味なら罠でしょうが、いずれにせよ新しい手がかりにはなります。ええ、始めましょう。気をつけてよ。すまぬ。あー一体矢先に採用候補を発見しました。マップ上にマークしておきます。ドローンレーサーね。で、どこ？あ、意外と近いね。はい、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。次回はヨマレヨンノットファウンドのサマセットハウスだね、こちらやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたねー。